熊本のサッカーの未来のためにキックオフ熊本。熊本をホームに活動しているプロサッカーチーム、それがロアッソ熊本。現在明治安田 J2 リーグに所属しています。昨年はチーム史上初となる天皇杯ベスト4進出を果たすなど、サポーターや熊本県民に勇気と感動を与えたチームです。この番組ではそんなロアッソ熊本の知られざる内側をお見せしています。ロアッソ熊本は2月25日に迎えるリーグ開幕戦を前に、熊本市の健軍神社で必勝祈願をしました。神様にお願いしたんでね、もう J1 上がりますというところですね、はい。1割くらいは神様で、9割くらいはあとは自分たちが頑張らなければなと思います。ロアッソ熊本はホームで清水エスパルスとの試合に挑みます。スタジアムで応援しましょう。シーズン開幕を前にオフィシャル写真の撮影が行われました。前回好評だったので今回もその一部をお見せします。どんな写真が完成するのか期待しながら待ちましょう。ロアッソ熊本を支えるサポーターたち、チームの応援だけでなくイベントを自分たちで運営するなど、さまざまな場面で盛り上げています。このコーナーでは幸田ちゃんがそんな激アツサポーターたちをご紹介します。おはようございます。熊本県出身、元大津高校サッカー部マネージャーの幸田朝香です。幸田ちゃんと呼んでください。前回幸田ちゃんは応援企画生をお手伝いしました。今回もまだまだリポートします。さあ、お手伝いしたんですけど、はい、あの旗だけじゃなくて他にもたくさんありますね。なんか一人一人やっぱ全然デザインが違うんですけど、はい、この旗はどんな思いが込められてるんですか？この佐藤選手っていうのが、はい、佐藤選手が東京出身なので、そこから連想を膨らませていってあと、まあ、ゴールキーパーというところでゴールを守ってほしいということで仁王像を置いたデザインにしています。本当だ、かっこいい。こっちは、藤井選手の横断幕になるんですけれども、はい、藤井選手にインタビューしてみたところ、うん、アーティストのグリーンが大好きだっていうところから、まあ、グリーンさんのものを少し藤井選手の文字に変えさせていただいて作りました。本当だ、これは選手見たら絶対嬉しいですよね。そうですね、やっぱりスタジアムで選手がピッチでプレーするので、ピッチでチラッと見えて、うん、選手の気分がこう上がっていいプレーでゴールとか生まれたら最高ですね。いやもう
これ絶対ゴール生まれる旗ですこの旗すごくかっこいいですね。この幕、これは熊代選手の横断幕になるんですけれども、はい、熊代選手の名字の熊代って漢字が神に代大って書いて、はい、そこの神という文字に着目して神からゴッド、そこからゴッドファーザーっていう形にもう完全に連想ゲームみたいな形でかたどって作りました。これひときわなんかこう引き立つ幕ですね。そうですね、やっぱり大きなスタジアムで貼るっていうところも少し考慮して目立つようなデザインを考えながら作っています。この旗にはどんな思いが込められているんですか？この旗は小永谷選手にインタビューしてみたところ、うん、サッカー漫画である青足っていう漫画がすごく好きだっておっしゃってたので、うん、青足のタイトル の文字があるんですけど、うん、そこを少しかたどってこの小永谷っていう文字を自分でちょっとイメージしながら作ってみました。毎回この選手にこうインタビューを必ずするようにしてるんですか？はい、そうですね、毎年これからまた横断幕じゃなくて選手一人一人のちゃんと応援ソングの作成会もあるので、それも兼ねて選手のいろんな好きなものなどをインタビューさせてもらっています。はあ、皆さんの裏側とかその思いを聞くとなんか応援する気持ちがまた盛り上がるなってすごく感じました。今日ぜひスタジアムでそういう幕一つ一つにも目を向けていただくといろんな隠し要素があったりするので、ぜひそこも楽しんでもらえたらだと思います。もう私一人一人、あ、これはこういう思いが込められてるなって思いながらちゃんと見ますぜひお待ちしてます、はい、選手の旗はもうこれで完成ですか？これで選手の横断幕は全て作成終わりなんですけれども、はい、またもう一つ幕を今作ってまして、石川県で大きな地震があったので石川県に向けた復興の幕を今作ろうと、うん、今デザイン含めて制作中です、うん、なるほど。こういったこのサポーターさんのこう思いとか情熱が詰まったこの能登震災の幕も含めて、はい、いろんなこのアイデアが組まれた選手の幕も皆さんスタジアムに行ったらぜひ見てください。それではありがとうございましたちょっと私のミスです。ごめんなさい、締め方がちょっと変でした。ちょっと締め方がね変でした。ごめんなさい。いや今の締め方が変でしたで、ちゃんと終わスタジアムに行ったらぜひサポーターの皆さんが熱い思いで作った応援旗を見てみてください。これは熊本のサッカーチームがキック精度を競うゲームにチャレンジするコーナーです。今回チャレンジするのはロアッソ熊本ジュニア。年代に応じたトレーニングで個々の成長を目指し活動しているチームです。ここでルールの説明です。ゴールから8メートル離れた場所からキック、持ち球は10球、4球失敗した時点でチャレンジ終了です。それではチャレンジスタート。西本キャンサです。パーフェクト狙います。右下狙います。サブレーザー、左下狙います。左下狙います。調子ですよ。どこまで記録を伸ばせるのでしょうか。真ん中に入れます。真ん中に入れます。2本続けて外してしまい、後がなくなりました。このまま終わってしまうのでしょうか。真ん中に入れます。しかし失敗ができない状況です。どうなってしまうのでしょうか。真ん中の左に狙います。なんと2本続けて成功。どこまで記録を伸ばせるのでしょうか。
右上狙います。惜しくも外してしまい、ここでチャレンジ終了ということで、記録は4つ。おめでとう。ここでロアッソ熊本のホームゲームの情報です。今シーズンのリーグ開幕戦となる清水エスパルスとの試合が2月25日日曜日午後1時から、第2節ザスパ群馬との試合が3月3日日曜日午後1時からそれぞれ笑顔健康スタジアムにて行われます。また清水エスパルスとの試合では小中高校生が500円で試合観戦ができるワンコインチケットの販売とパーク&バスライドを実施します。詳しくはロアッソ熊本オフィシャルホームページをご覧ください。さらに開幕春休みは J リーグへ遊びに行こうキャンペーン実施中。合計17万名様を無料ご招待、ロアッソ熊本の試合も無料招待になるチャンスがあります。2月18日応募締め切りの試合もあるのでお早めに。詳しくは J リーグオフィシャルホームページをご覧ください。そしてみんなのスーパープレーを大募集します。試合中のゴールシーンやリフティング動画などを番組内で紹介します。自分たちで撮影した動画であれば何でも OK。 番組で採用された方にはロアッソ熊本グッズをプレゼント。詳しくは旧 Twitter の X で。熊本のサッカーの未来のために、キックオフ熊本。